皆さんこんにちは。佐藤トオルのアメダスチャンネルへお越しいただきありがとうございます。今回も私四国メタンが皆さんをご案内いたします。今回は甲府地方気象台をご案内いたします。以前から佐藤トオルよりお話ししておりますが、甲府地方気象台は有人の気象観測施設ですので、甲府アメダスとは言いません。観測機器のある場所を指して言うならば、甲府地方気象台、観測路上となります。さて、それでは観測路上を見ていきましょう。こちらは観測路上を南側から撮影したものです。なお、これからお示しする写真は、すべて気象台の許可を取って撮影しています。勝手に敷地内に入ってパシャパシャやると注意されます。またいつでも撮影できるとは限りませんので、あらかじめご承知ください。続いて個別の観測機器です。まずは雨量計、除炭付きの温水式です。こちらが積雪神経です。これはレーザー式です。こちらが通風筒です。中に気温計があります。そしてこちらが視定計です。視定計ではこちらの投光器から赤外線を発出しています。こちらの受光部で散乱した赤外線を受光しています。散乱の度合いからどのくらい先まで見えるか計測しています。そして日照計ですが、庁舎の屋上に設置されていました。アメダスでは全国的に日照計は廃止されていますが、気象台ではまだ日照計による計測は続けるとのことでした。そして風向風速計と寒雨計は大きく写すことが難しかったため、今回は写真なしとさせていただきます。甲府地方気象台へ行くには甲府駅から徒歩で行くことをお勧めします。ここです。20分ほど歩くことになると思います。駅の南へ出て右へ曲がり、そのまま行けば左手に見えてきます。甲府地方気象台の履歴です。ここでは全国的にアメダス観測が開始された以降の履歴のみを示しています。今回は以上となります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。